最初からスポジをつけた、スポジにつけた木炭の粉で大きく当たりを取るようですね。スポジにつけた木炭というのはね、紙の凸凹がありますよね、出っ張ったとこ、引っ込んだとこ、両方に一気に調子をつけていけるので柔らかい調子が出てきますね。スティックだけで描いていくとどうしてもその後ね、ガーゼとかでこすってなじませていかないとね、調子がつかないんですけれども、あ、さすが100号全身入るね。やはりね、大きい作品で普通はね、この、行ったり来たりして下がってね、形がちゃんと取れていくかどうかを見るんですけれどもね、今回あまり下がれませんので、で木炭っていうのは数ある素材の中でですね、糊が入ってない材料なんですね。油絵の具だったら油っていう、アマニ油っていう糊がありますね。日本画だったら三河っていう糊が入ってます。水彩絵の具だったらアラビアガムっていう糊が入ってますね。この場合、木炭の場合は木炭の粉が、糊はなくて摩擦だけで乗っかってる状態なんですね。だからこれは、すぐもくっつけるんだけれども、取ろうと思ったらまたすぐ取れちゃう。取ったりつけたりしながら対象に近づけていけるというね、非常に便利な素材でもあります。そうすると非常に便利な素材なんだけど、糊がくっついてないからせっかくできたところも消したらすぐ取れちゃうんですよね。で、木炭っていうのは僕たちの感覚の中ではですね、取りながら形を取る素材だと思ってるんです。鉛筆は足し算、木炭は引き算で作っていくと思ってるね。引き算をするためにはまず乗っかってないと引き算ができない。だから今岡田君は少々形もはみ出し気味に調子を乗っけましたね。で、大きな空間調子を作って、それからやっとスティック状の木炭を持ち始めました。なんか形をくくってから塗るっていうのとはだいぶ感覚が違うと思うんだ。で、この段階で岡田君はもうね、なんかね、イメージができてるんだよね、画面の中で。どれぐらいの位置に人物が入り、前後にどれぐらいに空間がありっていうね。で、特に今回彼がやってるのはモノクロームの世界ですから、皆さんはモデルさんの洋服を見た時に、白と緑と赤という強い色彩の対比がまず見えてると思うんだけれども、これを岡田君は今回これを明暗の世界に置き換えるわけですよね。赤っていうのが白黒の世界で考えるとどれぐらいの暗さのグレーになるのか、緑だったらどれぐらいのグレーになるのか、白いシャツに対したら肌色はどれぐらいの暗さなのか、そういうところを最初にこう見極めたんだと思いますね。最初に形を取るというと、普通輪郭線を取ってね、輪郭線で形が、を合わせていく、それから色をつけていくっていうのは普通かもしれませんが、書き慣れていくとですね、やっぱその線の直すっていうのはかなりストレスなんですよね。で、線が一定だとして形が合ってるなと思っても、その、同じ大きさのものでもね、色を濃く塗った、暗い形と明るい形では明るい形の方が大きく見えるんでね。だから色をつけた時点でまた大きさが違って見えるんですよ。なので、先に明るさとか、ボリュームで形を合わせるね。形を合わせるっていうのは本当はその奥行きを持ったものを形というんですよ。決して輪郭線のでくくったものの形ではないんで、ね、今ちょうど岡田君が練りゴムで抜き始めましたね。先ほど引き算で形を作っていく素材だよっていうお話をしましたけれども、まず調子を置いた中から明るいところを消していってるんですね。方位としては消しているんだけれども、この練りゴム消し具が白いところを描く画材っていうかな、そういう感覚で見てもらえると分かりやすいと思いますね。木炭もね、先をかなり尖らせて
木炭の元の方を持ってるかな、あの持ち方もちょっと見てみてくださいね。多分筆とかね、画材はあの元の方を持った方がコントロールが効くんですよね。手が震えちゃう人はどうしても先の方を持っちゃうんですけど、こういう段階になってくるとね、岡田君らしいこう探し方になってきて、こう画面にね、画面から手が離れないんですよね。ずーっとこう深刻しながらね、こう震えながらこう対象の携帯に合わせてね、何度も何度も手がこう往復しながら、ね、調子の強さも一度に強くしていくんじゃないかね。強いところは何層も何層も重なって強くなっていくって感じですね。もう顔ができちゃったね。まだよ。あと岡田君のデッサンの特徴は、直線的な塗り方っていうかね、線も直線が多いですよね。人体って曲線は一箇所もないっていうのは頭では分かってるんですよ。全部曲線でできてるってことね。だけど、全体を見た時に曲線を感じる部分っていうのがあるんですよね。で、曲線で表すっていうことは角度をすごく意識してるっていうことだよね。なんとなくカーブしてるんじゃなくて、短い何て言うかな、傾きを全部見てるっていうことが多分その手の動きに表れてる。塗りが綺麗だよね。形を効いてる線なのか色を塗ってる線なのかっていうのは非常に明快なんですよ。だからその塗りの線が描写の線を邪魔しないんだよね。これが特徴かなと思います。いいこと言うね。で、白黒の世界で描くときは明るいとこはもう紙の白より明るくはできませんね。で、黒いとこは思いっきり強く引いた黒になります。その間にどれだけのグレーの幅が、明るい方から暗い方にかけてのグレーの幅があるか、そこが、表情の豊かさにつながってくると思うんですけれどもね。岡田君の場合は割とやっぱりこうハイトーンがすごい綺麗なタイプっていうイメージを持ってます。明るい方の、ね、グレーの幅がすごくあるんだよね。まだそんな書いてないですけれども、白いブラウス の、 明るいところ今抜きましたが、暗いところのデリケートなグレーとか、そういうところを注目してもらえるといいかなと思います。僕ら100号を書くの今日は初めてですね。そうそう。紙どうかな、貼った時から台風来てからね、湿度が上がったのかね、ちょっと表面が波打ってるんですよ、うん、ね、伸びちゃったんでね、湿度でね。大丈夫、すごい書きにくいよ。どうでしょうね、グレーの幅の中でですね、もうなんとなくね、ただの白黒の世界なんだけれども、なんかこの暗い中にね、赤いスカートの色、それから緑の洋服の色、黒い髪の毛の色、そういうものがね、なんとなく感じられてきてると思うんですね。それから、大きい絵を描くときにはね、必然性もあるんだけれども、下の方を描くときはしゃがんで描かなきゃいけないよね。で、上の方は立って描くようになるよね。そうすると視点の位置が変わってきますね。絵を描くときには視点を変えない方がいいよっていう話はね、昔からよくするんだけれども、この大きな画面でそれもね、モデルさんに近いときっていうのはね、逆にこうやって描いていかないとすごいパースがついちゃうの。この状態で写真撮って描くとさ、腰から下すごい縮まって見えちゃうね。頭は近くになるでしょ。だから立ったままでその写真撮って描いちゃうと、逆にバースがつきすぎて足が短い人になっちゃうね。だから大きい画面描くときはこういうふうにやっぱり対象に合わせて
立ったり座ったりそうやって描いていろんな目の高さの集合体にすることによって逆に自然に見えてくる、そういうことが言えると思いますね。で、優れた構図の絵は余白の形も美しいっていうことをね言われるんですけれども、岡田君背景にも調子をつけ始めました。これはね、背景をただ塗ってるっていうふうに、見るか、それでそれだけじゃなくてね、一緒に空間を作っていってるふうに見るか、それでだいぶ違ってくると思うんですね。そんなに価値に後ろを描いたわけじゃないけれども、今後ろに調子をつけたことによってね、ただの紙だったものが絵画空間にこう変質したわけですよね。奥行きを感じるようになったわけですね。はい、今度はこれはチャコールペンシルですかね。木炭を固めて鉛筆状にしたものをに持ち込んで、このディテールを描き始めてますね。このねクロッキーの楽しさっていうのはね、画面に対象がこう映し取られていく楽しみ、再現できる楽しみもあるんだけどね、僕たちの中でねいつも思うのはこう時間の密度が変わるんだよね。だからこれ20分でさ、普段に暮らしてると20分すぐ経っちゃうよね。ゴロゴロしててもすぐ経っちゃうし、ただそのこの20分の中にギュッと凝縮される感じっていうのかな、その感覚、時間の密度が変わる感覚みたいなのがすごい面白いよね。これ2分クロッキーとか1分クロッキーになるとすごい密度が高くなるよ。日常生活での1分なんてのはね、意識しないうちに過ぎていくようなもんですけれどもね。日常生活の中でね、いろんな動作に慣れていくとですね、無意識で体が動いているわけですよね。お友達と喋りながら歩けるしっていう、でそういう時間帯っていうのは本人の意識してない時間なんですよね。意識的な時間っていうのがどんどん、ね、大人になると失われていくので、それで時間が経つのが早く感じるんですよね。なのでやっぱり意識的な時間を取り戻そうと思ったら何をするかというと、慣れないことをするですね。それが一番大事なことだと思うんですよ。意識的な時間を取り戻すっていうことですね。だから相対的に長く時間を生きようと思ったら時間の密度を上げるしかないんですよね。そこが面白いよね。いつもその時間の長さがすごく違って感じるんですよ。先ほど指を使ってね抜いてましたけれども、塗りの入ってない素材ですから、当然練りゴムで取るだけじゃなくて指でこすっても取れるんだよね。指でこすった時は消しゴムで消した時にみたいに真っ白く取れない。そうすると指を使ったところはハーフトーン、グレーになっていきますよね。でその時の筆圧、指にどれぐらい力を入れてこするかによっていっぱい木炭が取れて、明るいグレーになるか、力を弱めてちょっと暗めのグレーになるか、そういう調整もしていますよね。で指を使う時にはね、形に沿っていく、顔がこっちにこう丸くなってるから、そうそれに合わせて指を運ぼうとかってすると、形を意識しながら立体感が出していけますね。この木炭を使っていく時のこの醍醐味はね、この今岡田君がやっているようにこう消して消すことによって残ったところに形が生まれてくる、こうダイナミズムというかな、そういうものがありますよね。なんか黒で描いていくもんなんだけど、すごい白が綺麗なデッサンというかね、そういうものが出来上がっていきますね。
さあ5分を切りましたので、そろそろ全体のイメージに合わせて仕上げに入ってくるようになりました。倒れそう。これもね、パフォーマンス何度かやるようになってからよく話すんだけどね、僕たち普段アトリエでこのクロッキーの勉強するときはだいたい20分ポーズで18ポーズぐらい書くんですよ、朝から晩までね。それでね、こういうときって1人1枚書くだけでしょ、同じぐらいお腹空いてんだよね。もう腹が減ったわ。やっぱ1本のストローク2回で今日は。はい。みんな頑張れよ。絵っていうのはね、最後にうまくいけばいいんだけれどもね、なんかね、出だしとかすごい大事なんだと思うね。今回なんか気持ちよく彼始められた感じでね、最初の本当の1分ぐらいでつけた当たりでね、もうだいたいイメージはできちゃってたんでね、こんな感じになるよって、これぐらいに収まってこういう風な絵になるよっていうのがね、ずーっと絵っていうのは探していく作業なんだけれども、でもなんとなくね、自分の中でこういうところに行き着きたいっていうイメージみたいなものがやっぱりあってさ、でそこになんか近づいていってないとなかなか完成というものにたどり着けない場合が多いですよね。まあ、多分そこのイメージトレーニングとしてね、多分クロッキーというのはすごくいいと思うんですね。毎週書いていくので、まあ、外れたら次っていうことをね、繰り返していくことで、だんだんこうコントロールを上げていくっていうことですかね、ストライクが多くなる。やっぱり人物画の時ってね、テーマは人物だけど、大抵人物と同じぐらいの面積、背景もあるんだよね。で、みんな人物だけ見ちゃうんだけれども、その背景のバランス、それからそこがどういうふうに空間として成立しているか、これ案外大事なんですよね。人物ができてからさて背景どうしようかっていうのはよくありますけど、逆にそれはね、絵を作るには難しいと思うね。一緒に作っていくっていうのがなんか正しくて、実は一番効率のいい方法なのかなとも思いますね。1分切りましたよ。なんかやこだ。切りましたよ。今ね、後ろ背景向かって左の背景白く抜きましたけど、あそこの白のね、垂直線が入ったことによってスカートのあの斜めの線がすごいこう生きてきましたね。ね、岡田君はよく構造線って言ってますけどね、画面の中で垂直と水平っていうのはかなり、傾きを表すのに重要ですよね。絵の中の世界っていうのは対比でできてますね。はい、お疲れ様でした。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ティロタ君の使ってる画材はね、パステルなんですけども、パンパステルっていう化粧品みたいな感じで固めてある、割と新しい画材だよね。そう、なんかヨーロッパの画材賞で金賞を取ったっていう。僕が取ったわけじゃない。で、手に持ってるのは
ポンジなんですけども、これもあの化粧用のスポンジに似てるよね。キメの細かいスポンジで、指だとなかなか伸びないんですけど、あの形状も 6種類か7種類あって、丸いお化粧のこうパフみたいなのから、あの魚肉を輪切りに切ったみたいな形のとかね、四角いのとか、今ひろたくんが使ってるのはあの船型に切ったやつかな。でその辺もやっぱり線を引きたい時とか面を引きたい時、あ塗りたい時ね、そういう、こう用途に合わせてその材料を選べるっていうのが、まあ、従来 あのパステルっていうのは指から直接画面に塗ってたわけですけれども、材料を介してつけるっていう、まあ、今までのパステルとはそこが違うところ、新しいよね。みんなあの人物描くときに、ね、まあ、頭から描くことが多いと思いますよね。でみんな真ん中に描いちゃうじゃん。で描いてるうちにどっちかはみ出すとかなるんでその辺は先にね、全体のバランスがあの見て頭を決めてるわけですね。最近ひろたくんデッサンの、うん、あの作品集出しましてね、はい、まあ、その宣伝もしろって言われてるんですけどそこにあの文章、我々上田君と俺とあの佐藤君とモデルさんと文章寄せて、まあそこで僕書いたんですけど、彼はね、物の見方ってね、なんかこうモデルさん丸飲みなんですね。丸飲みして感じるタイプ、まあそれと比較、僕はどっちかっていうと表面を舐めまくるタイプね、あの非常に変な例えかな。まあ人間のベロって第三の手っていうぐらいでね、あの触覚的に見るときによく舐めるように見るっていうじゃないですか。だから僕はどっちかっていうと舐めるように表面を見ているタイプだと思うんですけど、まあそれに対してね、ひろたはやっぱりね、喉越し飲み込んで喉越しで感じ取っていくっていうね、あの描いてる様見てるときっちり形をこう追ってるっていう様ではないですよね。あのその辺があの線のリズムとか、あなんていうかな、ちょっと陰気な雰囲気っていうかねあのちょっとエロい線なんで、ね、やっぱり飲み込んで出てきたね、こうなんていうかな、毛穴から出てきたのがね、そういうこう体質をはらんだ線っていうのも一つ彼の線の特徴かなと、まあ、褒め言葉ですからね間違いないでやっぱりあの線の引き方は特徴ありますよね。で黒木っていうのは強弱、力を入れる抜くっていうのはもうもちろんあの何よりも大事なことですけれども、まあそれに、強弱っていうのはまあ筆圧、力を入れる抜くっていうのが当然関わってきます。でひろた君の見てるとね、力入れる抜くなんか当然の話でね、もう一つスピードっていうのがあるね。でゆっくり溜めて引く線、サササッとこう助走をつけてね、スピーディーに引く線で、一番スピードをつけて引くときはね、上に振り上げてサッと下ろす、あの無知の原理ね。あの無知って先っちょが秒速じゃなくて音速を超えるって言われてるけれども、まあ、彼の立ちが音速を超えるわけじゃないですけれども、まあ、そういうなんか手首のひねりを加えてね、あのスピーディーな線で、それはね、途切れ途切れでつなぎ合わせた呼吸ではなかなか生まれてこない線ね。あの皆さんもね、黒木やっていらっしゃる方大勢いると思うけれども、あのいい線引こうと思ったらね、形から入らないとダメ、うん、あの下手くそな人っていうか上手に描けない人はね、描きっぷりが下手そうなのねあの上手い人はね、描きっぷりも上手いんでね、なんか画家っぽく描くね。だから皆さんもね、描くときはね、画家よっていうイメージでね描かないと、大体人間っていうのはもう 99% 脳に支配されてますから、あの言い方変えれば思い込みで生きてるわけですよ。だからね、形から入って私はアーティストよっていう意識で線を引くのと、絵画教室に習ってるあの出来の悪い生徒よっていう意識で描くのは全然違うんだよね。結果はね、技術は変わらなくても意識が変わればあの線もまた変わってくるわけですよ。だからね、あの冗談でも何でもなくね、やっぱ形から入る。だからね、今日こういうパフォーマンスっていうのはあんまり普通画家はね見せないんだよね。あの秘密主義の人が多いですから、そこをやっぱりあえて書きっぷりを見せるっていうのは、そこを一つ参考にしてほしい。
どんな画材を使うとか、どういうテクニックで使う、書くかとかね、まあそれは参考になる方は参考にしていただければいいんだけど、一番栄養になるのは書きっぷりだよね。そこはね、一つ参考になるんではないかなと思います。どう、いいこと言うでしょう。聞こえてなかった。ごめんね。かなり100号でだいぶアップアップしてるんじゃないかな。そうで、よく見るとエプロンが赤でワンピースが緑で、もう補色関係だよね。緑と赤っていうのが一番こう色の対比として強く見える補色関係になるわけですよね。その辺をこうどう対比として強くこう絵の柱にしてですね、まあそれに手や顔の表情をどういうふうにこう絵に持っていくか、ここあたりがね、広田君のこう腕の見せ所じゃないかと思うんですけど。はい、今チャコールペンシル、チャコールペンシルってさっきも説明にあったと思いますけど、木炭の粉を固めた墨の黒なわけですよ。ですからコンテパステルの黒とは材料が違うわけね。パステルは黒の顔料ですし、天然の墨の黒っていうのがまたいいわけですよ。で、線という効果もあるし、色としての黒、今パンパステルでね、柔らかい調子で、まあ雰囲気、空間性をね、探っていますけれども、そこに黒い線を用いて、まあ、形をこう描画する、仕事に切り替えたわけですけれども、これが紺色とか茶色ではなくて墨の黒でなくちゃいけなかったっていう、まあ彼なりの必然があると思うんですね。で、まあ代弁して解説すればですね、やっぱりこの黒の色としてのこう持つ意味、これがね、すごく大事かなと思います。で、これは油絵や水彩描くときにも応用効くんじゃないかなと思うね。水彩描いてて仕上がりの頃なんかメリハリなくなってボワッとしちゃったななんていうときに、黒をうまく使うっていうね、線として、これはなかなかね、いいアイデアだと思うんだけど、僕自身はね、でもそうだよね、黒、例えば油絵描いてて、ね、黒を出してない人結構多いんですよ。で、まあ、印象派の人は使わないのかもしれないけど、黒使うんですか、黒を入れると汚れちゃうんですよって思ってる人いるんだけど、実は黒っていうのは実は一番華やかな色なんだよね。で、その華やかな黒が入ることで他の色がグッと生きたりするので、使命としてやっぱ黒い色というのが、すごく、なんていうかな、効果があると思うんだよね。で、さっきの岡田君の木炭と違って、今度ハイライトは白を積んでますよね。で、パステルはもともとね、油絵の代用で作られてるんですよ。昔は油絵の具って手で練らなきゃいけなかったので、すごい重労働だったんだけど、やっぱり 手首がこう痛めたりとかでですね、そのまま絵の具をのせられるようなものということで、コンテ社かなにお願いして、顔料を固めたのがパステルの始まりだそうです。だから、少しこう暗い色をのせて上に明るい色をのせるというのは多分パステルなんだろうなと思うんですよね。だから抜きで白を出してないというところが違うんだろうなと思います。実はこの背景に使った淡いグレーの水色はすごく大事ですよね。この色で肌の色がものすごく立ってると思うんですよ。脇役っていうのは主役を引き立てるためだけにあるので、背景にね、好きな色塗っちゃうと何を塗っても肌色汚く見えたりするでしょ。人物描いて背景に塗る後で塗るとかね。やっぱりね、主役と脇役っていうまあ、考えて、やっぱ脇役の方が難しいよね。だから多分ブルーグレーっていうのは、ね、広田君いつも色を研究してると思うんですよ。髪の色を選ぶにしても非常に、なんていうのかな、抑えめの色を選ぶよね。困るね。
しいっていう漢字皆さんご存知でしょう。どう書くか分かります？一回止まるって書くんです。なるほどでしょう。武田鉄矢が言ってたんです。まあ絵描くときにね、一回立ち止まって検証するって、これギャグでも何でもなくね、すごく大事なことですよね。で特に時間がなくてね、追い込まれてるともう下がって見て確認するなんて余裕なくなっちゃうのね。ただ絵を描くっていうのはね、どんなに手慣れた人でも一発で正確な形が描けるわけじゃないんですよ。だから当然比較して修正して、この繰り返しをもう限りなくやっていくっていう作業だと思うんですね。ですから比較検討してどこが間違ってるだろうかっていうね、検証作業、そして修正作業ができてないと絵っていうのはいい形になっていかないね。でここでいう、まあ、正確な形、いい形っていうのが一体その作者にとってどういう形なのか、写真通りに描けた形がいい形なのか、僕はそう思わないですね。画面にとって、かっこいい言い方をすると画面の欲求に沿った形、背景に調子を乗せるときも背景が欲求している調子トーンを乗せていく。そうすることによって自然に空気感が出てくるわけね。空気感を出そうとか、いい形、正確な形を描こうということではなくて、画面の欲求に素直に耳を貸すということがね、絵を描く上ですごく大事だし、その謙虚な姿勢がね、やっぱり芸術的な要素を、ね、生み出していると思うんですね。ですから謙虚に下がって大丈夫かなってこう一回心配になる、この不安が大事なんですよね。教室に来てらっしゃる方とか何の根拠もなく自信満々で書いて間違えるんですよね。だからちょっと心配になろうよっていつも言うんですけど、果たしていい形なのっていうのをね、問いかけるだけでもまた見え方が変わってくる。まあさっきも言いましたようにね、人間って脳でほとんど支配されてますから、思い込みがいい場合もあるし、非常にブレーキ、問題になる場合もある。で特に絵を描くときっていうのは先入観を持って信じ込んじゃうと、間違っていてもそう見えちゃう、そういう恐ろしさがあるので、疑ってみる、本当にいいのかなってこう見るときに初めて真実が見えるっていうかね、そういう習慣をつけていくと、また世界の見え方も変わってくると思うんですよね。人がやってるのと長いね。長かねえだよ。でもう一つね、後半戦になってね、大事なことは、大概の人はね、書いてないとこ書いてないとこをなんとかやっつけようと思うんだよね。そうしないと仕上がんないっていうね、そういうこう価値観を持ってらっしゃる方が少なくないと思うんですけど、本当にいいクロッキー書こうと思ったら書きっぱなしのところも大事なんですよ。できてないところも大事で、逆に見せ場を作るっていうことで、書いてないところと見せ場の対比が生まれるでしょ。それがやっぱり画面のこう構成上ね、また見せ場がより強調されて、絵としての説得力も生まれてくるわけですよ。一般の人だったら足元なんで描かないのって、もう時間ないのに早く描けよって思ってらっしゃる方いると思うんですけど、描かない方がいいんだよね。描かないで、ああ足らしきものがあるんだなと。これその代わり顔の描写はかなり力入れてるよね。で明らかに上半身と下半身の密度を差つけてますよね。でこれはやっぱり一つの見せ方ですよね。全部省略しちゃったら意味ないんだけど、省略するためには強調がないとね、強調してポイントを見せるっていうことと省略する部分っていうのがセットでないと意味をなさない。で全く書いてなくても見る人の想像で線を結ばせることができれば、それは歴史とした省略表現ね。線を結ばないとただ時間切れで、途中で終わったのねっていう結論になってしまうんですが、書いてなくても足らしきものが分かる、背中のライン書いてないけど背中のフォルムが見える、こういう見せ方が歴史とした表現として成り立つわけだし、全部説明するよりもかなり次元の高い表現方法だろうと思います。ですから時間が短いで無理ってこう思う方いらっしゃるんだけれども、なぜ無理なのかっていうと、
時間の制限の中でできない無理な仕上がりをイメージしてるからね。10分なら10分、20分なら20分で絵になるであろう着地点をイメージすれば、決して時間の制約の中でも無理ではないわけです。できない人ほどね、何日もかかんないとできないようなイメージをしてるわけで、それから引き算していったら20分じゃとてもできないよねって話になっちゃうんですけど、20分の中でクロッキーが成立するのはどういうクロッキーをすればいいかっていう、このイメージをね持ってスタートを切るっていうことがね、何よりも大事だと思います。まあ、逆に言うと時間がないからできることがあるってことですよね。時間があるから気がつかないことってあるんですよ。で、人物を描いてまず、ね、目がいくところっていうのはやっぱり顔と手だよね。人間の表情が一番出るところってやっぱ顔と手なんで、そこに顔が命っていう顔と手だよね。また顔描いてますよ。好きなんで、ね、撮ったよ。撮った撮ったこっちからも撮ろう。写真を撮れなんてこう催促する余裕が出てきましたね。まあ一般論で言うと20分もクロッキーってこう言われてますけど、我々の中になるともう20分になるともうデッサンになっちゃうね。でデッサンとクロッキーって何に違うのっていまだに質問されますけれども、結局デッサンの基礎工事がクロッキーですよ。クロッキーの延長線上にデッサンがあると思ってください。だからデッサンができない人はデッサンの勉強しちゃダメなの。デッサンができない人はクロッキーの勉強しなきゃダメ。だって基礎工事できないのにいくら太い柱乗せたって倒れちゃうでしょ。やっぱり地面の下にどれだけしっかりとした基盤を作るかで耐震構造になるわけですよ。ですからその地面の中の基礎工事に当たる部分がクロッキーだと僕らは考えてます。20分でできないで先生もう一ポーズ延長しましょうよって言うんだけれども、時間長くすればするほど栄養価が薄まると思ったんですね。僕が習った先生はね、20分でできなかったら10分でやんなさい、10分でうまくいかないんだったら5分でやってみろと、どんどん時間の縛りをね厳しくしていった方が栄養価は高くなるよっていうふうに習ったんですよ。そうだね。で定義の話だよね。そのクロッキーって何だろう、デッサンって何がデッサンなんだろうっていうことはね、やっぱり書きながらじゃないと考えられないんですよ。うん、書きながらデッサンって何だろうなってことを、まあ、僕らは多分考えながら書いてるし、その定義もねやっぱ変わっていくんですよね。あることにやっぱり気がつくと、大事なことっていうのがね少しずつ変わっていきますよね。それから考えるために絵を描いていくわけですよ。今描きながらダンスしてる。描く前の仕草と描いた後の仕草がね全部つながってんだよね。この優美な流れるような作業が美しいんじゃないですか。もうわずかですね。あ、入ってきました。もう白を余白の白全部塗ってないですよね。それが奥に引っ込むだけ面積を削ってるんですね今ね。白がいけないんじゃなくて、白の面積が多いと余白の白って出てくるんですよ、ね、水彩描いてる人とか白出てるよなんて言うと、あ、いきなり全部塗っちゃったりするんですけど、そうじゃなくて白が引っ込む面積まで削ればいいんですね。はい、ちょうど時間を取られました。はい、お疲れ様です。岡田君や、ね、僕と違って逆向きのモデルさんの形になりましたね。この洋服ね、後ろのね、リボンも捨てがたいんだよね。腰のところにさ、エプロンの赤いリボン、あ、
あちらを撮ると顔が見えなくなっちゃうしさ、どっちかっていうとこだよね。はい、じゃあ行きます。お願いします。お願いします。なんか言ってますね。今当たり取るねって言いましたけどね、はい、これやっぱり画面の中にどういう風に人物が、収まると一番綺麗かなっていうのね。だから描写してるんじゃないですよね、上側がこの辺でとかさ、下がこの辺までっていうのを大きな当たりをイメージしてるんでしょうね、うんまあ、その時あの余白の残り具合、バランスね、これ意外と皆さん見落としがちですよね。人物さえ画面に切れずに入ってればいいなんて誤解してる方もいるかもしれないけれども、残った余白が心地いいかっていうのもいい構図を得るためには非常に必要な要素ですよね。考えてますね、はい、今見えたってこれね、当然墨だから黒く塗っていくしかないんだけど、今描いたのは、頭部から顔にかけてですよね。で、顔にね、黒塗るって案外怖いんだよね。黒いのなかなか塗れないんだけれどもね。でも客観的に明暗で見ると、襟のところの明るさを髪の白と考えると、顔はだいぶ暗いグレーになるんだよね。なんだけど、顔のね、それも光浴びてる部分、なかなかグレーとか黒っぽい色くのはね、おっかないね、うん、やっぱり色の対比の中で明暗対比っていう理屈がよく分かってないと、なかなか一筆目が勇気が出ないっていうかね。で、確信を持ってないとどうしても恐る恐るもう消え入るような墨しか載せれない人多いと思うんですよ。で、彼のね、最初 あんな暗い色でって思ってる人も多いかもしれないけど、あの後々見ててください。あの劇的な変化が起きると思いますよ。ねね、ちょっと薄かったね、これ今ね、塗ってる調子にね、割とこうはけ目が残ったりとかしてるでしょ。塗り跡の濃い薄いとかさ、それね、割とこう空間作るために大事な作業なのね。あの特に日本人真面目だからかな、きちっと塗りたがるよね。で、きちっとペタって塗っちゃうと、そこは平面になって立体感が感じられないんだな。だから案外この塗りムラとかさ、はけ目が残るって大事なんだけれども、なんかちゃんと塗れないとかで、きちんって塗ってペターンってなるのってよくあるよね。やっぱり他者の人を見てるとね、やっぱりはけ目、筆跡、それがね、綺麗に残っていってますよ。だからそれが残ることによって、立体感、空間がもう生まれてるんだね。まあ、あの形をアウトラインでくくらない効果っていうのもね、非常に大きいと思います。まあ、今の段階でまだ背景に全く調子入れてないですけれども、あの閉ざされた中の黒いシルエットだけが浮いてるって感じではないですよね。あのだいぶこう空気感をはらんだ調子って言ったらいいのかな。単に墨塗ってこう描いてるようですけども、やっぱり空気感っていうのを非常にこう意識に置いて描いてると思います。それがまあ、あのさっき廣田君が言ったようなこうかすれであったりムラであったり、そういったものがね、微妙にこう効果を呼んでるんだろうと思います。
やっぱり 20分になると結構こう考える時間多いね。まあ、今回あの3人でね違う素材を使って違うやり方をお見せするにあたってね、まあ3人の違いってどういうふうに簡単に例えたらいいかなと思って昨日寝ずに考えたんですけどね、あの卵を割るとしたらどういう割り方するかでねちょっとこう考えたんだけど、広田はおそらく壁に思いっきりぶつけて割るんですね。で僕はと言いますとね、手のひらの上で握りつぶすと。じゃあ上田君どうするかっていうとね、ゆっくり煮て皮を剥くっていう。そのぐらいの違いがあるからごめんなさい、あんまり意味なかった。そのぐらいなんかこう根幹は非常に共通項あるんですけれども、まあ絵に向かう こだわりとか出し方はねそのぐらい違うのかなというふうに思いました。今左上に調子入れましたね、あれは、腕から肩にかけて外の調子を入れたんですね、それによって、グレーに塗ってたけれどもブラウスがまた白くなったわけですね。でもそれと同じ調子で今度は腕の今度は肘から下は今度は腕をかきました。わかりますか、向かって左の肩、肘から上は外をかいた、肘から下は中の腕をかいた、これで角度がくの字で逆方向ですよね、肘から上は光を向いている、肘から下は光に背を向けている、そうすると描くところが全く腕を描いてるんだけど外を描く中を描くっていうのが逆転したわけですね。はい、わざと発見目をつけて髪の毛の表現をしていますよね。あの雪舟とかでやる破木山水とかね、そういうものにも共通点があるのかもしれないですね。なるほど。どうどう。本人笑ってますけど。いや、ドライブラッシュのね効果ってこういうところだよね。髪の毛を連想符でね一本一本描くのもいいんですが、こっちの方が楽だよね。楽だし絵画的ですよね。で今かなり髪の毛に暗い調子が入りました。そうすると顔にとってたグレーが明るく見えてくるんだね、対比で、まあ水彩描くときもそうですけれども、あの筆にどの程度水を含ませるかっていうのは重要だよね。その辺あんまり意識しないでジャボジャボってやってジャバってやってターって流れてみたいな人結構見受けるんですけど、場合によってはね絵の具をつけて水つけて手元でキュッと絞ってから描くとかね、あの雑巾でちょっと余計な水分をこう吸わせてから画面に置くとか、そういうあの筆に含ませる水分の調節っていうのもね非常に細かいことを言うようですけども大事じゃないかな。だそれはあの油絵にも言えますよね。オイルの溶き方も常に一律に溶いて描くっていうのが正しいかっていうとそうじゃないと思うね。場合によってはオイルつけないであのドライブラッシュで描く場合もあるし、シャバシャバにして水彩的にね透明に層を塗る場合もありますから、あの水とオイルその溶き具合っていうのはすごく微妙に、表現につながるんではなかろうかと思います。で今かなりあのこれ一番濃いやつ、一番濃い墨で線描入ってきました。まあこの線描を生かすための今までの仕事っていうのは仕込みですよね。お料理でいうと今出汁とっていい出汁が出たところですね。まだ10分経たないんだよ。上田先生一番怖いのは書きすぎちゃうとつまんなくなるからね。そういや存分に書いてもらっていいんだけど長い付き合いだし注意した方がいいと思うよ。どっかの画廊で本当にね2分ぐらいでやった時にねこの人巨匠なんじゃねえかと思うぐらいね出だしかっこよかったことあるんですよ。見る見るうちに普通の人になりましたけど。あの黒木ってそういうなんかもう奇跡的な出会いがあって面白いよね。だからあの長年勉強してきました練習してきましたじゃなくて初めてなんだけど、さっき言ったもう気持ちで入っちゃう人はね一発目から巨匠並みの線引くの。
だけど残念ながらね、ずっとやってると普通の人になるのね。どこまで書くかじゃなくて、どこでやめるかっていかに大事かっていうことね。その辺を教えてくれるのもクロッキーかなと思うんですよ。だからクロッキーのもし勉強しようと思ったら、ずっと20分じゃなくて、たまには10分、たまには5分、時には1分で挑戦してみようかなっていうね。はなから無理っていうんじゃなくて、こう挑戦してね、今まで、やらなかったことやる。さっき上田君も触れてましたけど、勉強する、学ぶっていうのは昨日の自分を変えるっていうことなんですよね。だからね、同じことやってたんじゃ勉強になんない。やったことないこと、できないことをやってみるっていうのがお勉強。まあそれで自分が変わればね、最高なわけですよ。今日お金、ええこと言うな、まあ、これもね、武田哲也が言ってる。目が覚めた。非常に調子と線のこうコラボっていうか絡みがね、非常に画面にリズムを与えていると思います。指を描くときとスカート、エプロンを描くときのもう筆のさばき方が違うよね。スピード感も違うしさ、直線的に引くところとさ、曲線を生かしていくところ全然やっぱり違うんですよね。まあ、息の長い線はやっぱり腰で弾いてるよね、指先じゃなくてね。腰を振らなくていい、はい、腰に乗せて乗ってるとひどい目に遭える。せっかく褒めてるのに。だから一本の線弾くのもやっぱりね、タイプが違ってて面白いよね。なかなか画面から手を離した状態でシャープな線引くって難しいけど、だけど離してないとピュッと息の長い線引けないんだよね。どうしても小指とかなんかこう支えが欲しくなるとこなんだけど、上田君のお弟子さんはね、人物を追いかけるっていうと同時にやっぱりね、画面の中に白黒のコンポジションをどう入れ込むかというね、そういうこう、なんていうのかな、実験でもあり、そういう冒険の場所なんですけれどもね、だから一番最後にね、またこう強い調子が背景に入ってきますよ。それがまた一瞬にしてね、こうなんかこう絵にしていくね、面白いこう時間、見ててスリルのある時間なんですよね。うん、てたか、でしょ。うん、時々ね、パフォーマンスの時彼忘れるんですよ。ね、バックにやっぱり欲しいよね、なんかね。カチンと強い調子がね。カチンと画面の欲求に耳を貸してるんでしょうか、この人は。まだ僕のあれだ。なるほど、計算高いな。卵を茹でてる人だもんね。
りね、やっぱりこの水物使ってるからね、計算はしてるんですね。これあの下が乾いてない時にさ、何層重ねても濃くならないよね。だから他かいてるうちに、今上のねこう洋服の緑の部分が乾いてくる、そこでもう一層かけて、暗くするとかね。あのどうしてもなんかこう書いてる部分が気になってさ、乾いてようが乾いてまいがどん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 乗っけたくなるよね、水彩水物は。でもあれ全然変わらないですよね、乾いてから重層化して重ねないとね。やはりこう水物を使うっていうのはそれだけね、やっぱりこう油彩に比べれば乾きは早いですけれども、やはり乾く時間が必要になりますね、吸い込む時間が必要になりますから、それをある程度計算に入れていく。そのためにはやっぱり全体を見ながら描いていくっていうのは大事なことなんでしょうね。どっかから順番に描いていってると乾かないもんね。どんどん重ねない方がいいんじゃない。バックはいいの。さあ出てくるんじゃない。やっとバックに色が入ってくれましたね。面積広いみたいな、あのブラウスのグレーがねどんどん白くなっていくよね、不思議とね。これはあの明暗対比です、まさに。あの腕の間に見えた隙間の黒もね、本当にジグソーパズルをこう一ピースピシッとはめて絵が完成するようなね、そういう仕事が非常に効果的。隙間を描いてるんだけど腕を描いてるわけです、ね、背景を描いてるんだけど今椅子を描いてるんでね、今やってる作業はやっぱりあの画面が要求する仕事なんですよね。だから左上にまず置いたらさ、今度右下の方逆側に黒い調子入れてるでしょ、これやっぱり画面が要求するわけですよ。左上ばっかりに暗い調子乗っけてたんじゃバランス取れないから、右下にもちょうだいよって言ってはいはいって上田入れてるわけね、こう見えても芸大の博士課程だからね。こう見えてもってたこないどう見えてるんですか。決して大工の棟梁じゃありません。だから絵ってのは後半になるとさ、小さいところを見て丁寧に丁寧に描いていって仕上げていくみたいなのが多いけれどもね、そうじゃなくてこう大きな仕事で完結してね、言い切って終わりっていうのはやっぱりなんかこう、出来上がった感覚っていうのはすごい充実しますよね。小さく描いていくとさ、もっと丁寧に描けんじゃないって言ったらもっと小さく描けちゃうもんね、まあ、今回この構図を決めて目鼻の見えない後ろ側を狙ったっていうのは、今の黒を入れるっていうことがもう計算に入ってるんだよね。どう、ずるいでしょ。まだなんか書いてますよ。あと何分か、もうやめた方がいいって言ってますよ。誰さんに言われてどうするか。はい、40秒残りましたが、完成ですね。透明水彩を台所用スポンジにつけて、当たりをつけてますね。透明水彩って水の量でさ濃い薄いが出るから、この段階で調子の変化がついて、絵画空間が生まれるんですね、先ほど僕もスポンジとローラー使いましたけど、
まあ、原理としては粉を画面につけてるっていうのと一緒なんですけどね、あのスポンジとローラーどこが違うかっていうと、よりこう描画材料に近い、バッグのねフラットな部分を塗るときとかローラーがすごく便利ですけれども、今見てわかるようにでっかい木炭で描いてるようなそういう感覚に近いと思うんですね。で、まあ、使ってる材料は水彩ですけれども、非常にあの描画に適してます。で、あのパンパフステル の, あのパフと一緒でね、角を使ったり面を使ったりすることで、水彩でいかにもデッサンね、なかなか水彩とデッサンってなんか結びつかない人多いでしょ、あの形変えて色塗ってみたいなね。で、今やってるのはもう水彩でデッサン撮ってるんだよね。今ね、暖色が入ってきました。今使った色は3色ぐらいなのかな、最初ブルー、グリーン、それからエンジのような色が入ってきました。でその時にね、水彩絵の具の良さっていうのは3色しか使ってないんだけど、今の段階も水がさ勝手に混ざり合って調子を作っていってくれてんだよね。だから色は3つしか使ってなくても、そこに無数の階調と色味が出てきてるわけですね。やっぱりウェットインウェットの技法を通してね、こういい偶然をどう引き出すかっていうのがね、水彩の上手な人のやり口だと思います。水彩の上手な人なんだね割と、スポンジ使ってやってみたらってアドバイスしたのは僕ですから良い指導ですね、うん、だからうまくいったらお昼ごそしてもらえるスポンジ高くつくないや、その日教室でやってたらさ、スポンジいいなってね、コンビニのスポンジ1日でなくなったんだよ売り切れ状態。はい、パワーパステルですね、僕が使ってたのと同じパステルをスティック状のスポンジにつけて今度はデッサン取っていってますけれども、パワーパステルってさ、オイルパステルなのね。他のあのパステルと違ってちょっとオイルが入ってまして、あ、普通だったらさ、水彩まだ乾いてないからさ、そこで混ざって溶けちゃうんだけれども、オイルパステルだからさ、溶けないで水彩の濡れている上に乗っかんだよね。佐藤君は緊張するとですね、顔が小さくなって体が大きくなる病気が出るので出ないんですね。あとで60問切れば大丈夫そうそう、このね、修正するときにね、最初にこう茶色で形取ったのをもう一度今度ちょっと修正しますから、青で取ってるでしょ、これね、直すときにね、違う色味とかね、に入れていくのっていいんだよね。あの、だから形は直さなきゃいけなくなった。だけれども、それによって本当だったら入る予定でなかった色がまたそこに入ってくるんだよね。で、それでね、なんか出来上がってくる色ってね、いろんな発見があったりするんだ。ピンチがチャンスなんだよね。よく直せって言うと、っていう方多いんだけど、直すって本当に成功のチャンスなんだよね。だってそれ直すんだから、それより悪くなることはないんだから。で、クロッキーってあの先ほども言いましたけど、修正の積み重ねで成り立っているものだから、あの間違いを発見したらもう喜んで修正していくっていうね、修正に飛びついていくぐらいでないと絵って進化していかないのね。すごい綺麗な色バランスになってきましたよ。
今擦り込んでますけどね、不透明に乗っかった墨が擦ることで透明感が出るわけね。これは木炭もそうですけど、この系の材料って擦ることで透明感が出るわけですよ、ね、水彩は水を増やせば透明感増えると思うんだけれども、パステルの場合は擦ることで透明感が出る。それと同時に下に置いた色とのこう混色がなされるわけですよね。パステルや木炭、粉のものってそのままあの擦らないでザラッとした状態だと前に出たがるよね。こう前に飛び出してこようとするよね。で、擦ったりしてこう殺していくと後ろに引っ込んで空間として成立していくよね。今擦ることで顔にハーフトーン、まあ、混色されて複雑な色味とともに、ハーフトーンをこさえたと思うんですが、それはね、今から置くハイライト の布石なんですね。明るいとこ起こしていくよ、まあ、白に明るい肌色を置いても効果ないですから、前もって暗い調子を与えておいてからの、明るさのこう描写に入っていくわけですね。ですからやっぱりこう、まあ、水彩もパステルもそうですけれども、一手先を読んで、どういう手を打っておくか、これはあの仕事の組み立て上すごく大事な、大事なことだろうと思います。でこういうのって枚数書いてないとなかなか分かんないよね。なんか練習の時より色綺麗だね。もう昨日の俺じゃないみたいな感じがする。先ほどの上田君の解説の中でやっぱり明暗対比が非常に表現につながってるっていうようなお話をしましたけど、今回の佐藤君の仕事を見るとやっぱり寒暖対比だよね。寒色と暖色、それとブレンドされてできた中間トーン、それのバランスが非常に効果的かなっていうふうに思います。それともう一つ、最初にあの背景に置いたようなあのニュータラルに近いグレーっていうのもね、あのすごく色幅、色味を出す上ではね、一役買っているんじゃないかなと思います。多分最後に黒も入ります。言っちゃダメだったを飲んで見てしまいますね。やっぱね、あのね、タイプ2つに分かれるんだよね。なんかこう女性像を描くときにね、やっぱりなんかこうその顔をちゃんと写し取りたいとかね、表情を見せたいっていうのとね、やっぱりなんかこう顔もなんかこう絵の一部であって全体感の方をね重要視していくタイプと2通りに分かれるんですけどね。僕なんかも佐藤君なんかもそうだね。あのやっぱりなんか人物画の時って顔がある程度うまくいかないとなんか次に落ち着いていけない感じがなんかあんだよね。そういうことはやっぱ書き順にも出てくるよね、うん、書き順がやっぱり決まってないと思うんですよ。その人によってやっぱり何を書きたいかっていうことをね考えて、優先順位っていうのがあるんだと思うんですね。だから人物を書くといってもただこう人物を書いてるのでは実はなくてですね、あの人物を、描くことで空間を描くんだとかですね、光を表現するんだとかですね、重さとか重力を表現するんだとかですね、必
感の書き分けをするっていうのが目標になる人もいると思うし、レイアウト物っていうのはやっぱりそれがまあテーマなんですけど、人によって違うと思うし、まあ、それが書きながら少しずつ変わっていくみたいなね、発見するためにテーマが新しく変わっていくと思います。うまいじゃん今ね、上の緑のコスチュームを塗りましたね。そうすると最初に置いた水色がさ、白いブラウスの影になりましたよね。青みが相殺されたんだね、うん、すごい綺麗な影の色を感じるよね。日曜日の夜に今日ここに参戦することが突然決まってね、それも飲み会の席で、それから彼はね2日間アトリエに泊まって練習したんだよね。まあご覧になってる皆さんもね、第二の佐藤を目指すんだったらぜひアトリエに来てください。でもやっぱりよく勉強してるなっていうのが、この今やってるのを見ててね、すごく思いますよ。こういうライブパフォーマンスの時ってね、普段練習する時よりね、やっぱりちょっと筆が進むんですよね。だから例えば20分で普段アトリエで練習した時にできてたとこまでさ、何分か残ってできちゃうようになるのね。やっぱり無意識のうちに高揚してて筆が走るんですかね。でそこで決まってたことはやり尽くして、あと時間が何分かある時に次のステップに踏み込めるかどうかなんだよね、うん、まあ踏み込むってことはさ、失敗しちゃうかもしれない、だけれどもそこで知ってることだけで終わっちゃうかどうかって絵の勉強ですごい大事でさ、僕たちはよく後輩とかね、佐藤君とかにも言うんだけど、知ってることだけで書くんじゃないとかって必ず言うんですね。知ってることってのは大事なことだよね、やっぱりある程度の組み立てだけど、そこでいつもさ、初めて自分のこう知らなかった領域にね、やっぱり踏み込むってとても絵の場合大事なことなんじゃないかなと思うんだよな。上手に描けてるかというよりも、常にやっぱりね、発見があるかですよね。デッサンって発見があるかないかっていうところが大事なところですよね。今墨でね、線を入れ始めましたけれども、このためにやっぱり調子あ使ってある色とかもパステルトーンとかでちょっと淡い色を使って作ってあったんだね。それによってこう黒い線が効いてくるよね。実物と同じぐらいの強いね、緑や赤を置いてたらここまで、線が立ってこないよね。黒が色に見えるね。Thank you.
あの黒の話はね、上田君も先ほどしてましたけれども、黒をパレットに置いてない人って多いよね。あの特に油彩の人なんかでもね、透明水彩はね、あのまあ不透明だから置かないっていう人もいるかもしれないけど、油彩の人で黒を置いてないってなんかびっくりっていうかね、黒って一番ね暗い色だもんね、うん、白を使わないのと一緒ぐらい損してると思うな、うん、暗い色だけども、あの使うと絵が明るくなるんだよ、うんうん、まあ先生でも黒使うなっていう先生いるからね。あのモネの晩年黒を捨てたってのは有名な話だけど、モネだからだね。それをやっぱり一般に当てはめるのは酷だと思うんだよ。で何よりも無彩色のグレーが欲しいと思った時に黒がないと作れないもんね。今日ね、佐藤君含め4名がいろんな方法でクロッキーをちょっとやってるんですけれどもね、ずっとクロッキーって行為なんだけれども、特にやっぱりこう20分の中でね、最初とあと最後の後半にクロッキー的な意識っていうのが見えると思うんですよ。大きく絵にしていく瞬間っていうかね。だからクロッキーってこう出だしのね、こう当たりをつけたりの時だけじゃなくてね、絵を仕上げる力にすごいつながっていくもんだろうと思いますね。あのクロッキーをやっても上手くなるのはクロッキーだけなんていうことを言ってる困った絵描きさんもいますけれども、それは間違いだよね。まあ、おそらくクロッキーを必要としない絵描きさんっているんだろうな、まあ、そういう人はどういう絵を描いてるのか想像つくけど、で僕なんかやっぱり技法運動を習得する練習だけでは語り尽くせないね。クロッキーって非常にそれだけ奥が深いと思うんですよね。精神的な支えにもなるトレーニングだと思うしね。もう大げさに言うともうあれですよ、生き様になっちゃうからね。なんかね、こう各家庭を見てるとね、この人何を追っかけようとしてるのかなっていうのを見る仕事でもあるんでね、絵を描いてる人は作業としてどうしても見ちゃう場合が多いかもしれないんだけれども、彼は何を描こうとしてるのかなとかね、何を掴み取りたいのかなとかさ、逆までね、ある部分を見ることによって、ある部分は逆にこう捨てていこうとしてるのかなとかね、うん、その拾うものと捨てるもの、なんかそういうものをこう見ていく楽しみでもあるよね、うん、やっぱり時間の制約があってね、追い込まれて人間必死にやるとね、本音が出るんですね。アイディアとか絞ってね、個性は自分の個性を個性的な仕事しようとか個性を表現しようなんて考えてもダメね。やっぱ追い詰められて出たもんが個性だから。いいこと言うね今日はね。武田鉄矢。それは違います。はい、お疲れ様。